こんにちは、ドラム講師の天野正康です。今日はジャズドラミングの必須テクニックシンバルレガートについてワンポイントレッスンしてみたいと思います。まずは、ジャズの基本的なシンバルレガートちょっとやってみます。シンバルをチーチッキチーチッキと叩くのがシンバルレガートっていうリズムなんですけれども、これを音楽的に叩くようなコツを一つ伝授してみたいと思います。名付けてスパンガラン、こう書きました。スパンガランと書きました。今叩いたリズムは上のシンバルがチーチッキチーチッキと1拍目から数えるとこんな風になってるんですけども、2拍目、4拍目から始まるような発音でスパンガランとリズムを発音するような気持ちで叩くとよりジャズらしく音楽的な流れが作れます。こんな風にスパンガラン、スパンガラン、スパンガラン、スパンガラン。からではなくて4拍目、2拍目こういった偶数の拍数から始まるのでより2拍目、4拍目の1、3このハイハットで踏んでるようなジャズ特有の裏拍アップビートにアクセントがつけやすくなります。次に今までジャズをやったことない人がジャズのドラムやろうとして最初に違いを感じるのはおそらくタッチなんじゃないかなと思います。ジャズドラミングのタッチはロックのすごいこう強いフォルテシモ強いビートとはちょっと違ってソフトなタッチで叩きます。まあシンバルもスネアもあらゆる太鼓のパートをソフトなタッチで叩きたいのでフルストロークで腕の重みスティックの重み全部加重するというよりかはスティックが弾みやすいようなこのバウンステクニックを使います。こんな感じです。はい、こういったタッチで先ほどのスパンガラン、スパンガラン2拍目、4拍目にアクセントをつけて叩くとシンバルレガートを叩くことができます。速いリズムでも同じように先ほどのスパンガラン、スパンガラン3連フィールも感じながらスパンガラン、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 これをそのまま速くしてもっと深く知りたい方はぜひ島村楽器パルコ展木曜日のドラムコース、私天野正康のドラムレッスン無料体験レッスンも行っておりますのでぜひそちらへお越しください。どうもありがとうございました。